鳥山石炎、根弱画と俗百鬼より、金霊、金霊は、日本に伝わる金の精霊、または、金の木。厳密には、金霊と金玉は似て、非なるものだが、訪れた家を境させるという共通点があり、金玉が金霊の名で伝承されていることもある。ここでは、金霊、金玉の両方について述べる。鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集。 今尺がとぞく百鬼によれば、善行に勤める家に、金霊が現れ、土蔵が、大番小番で溢れる様子が描かれている。石炎は、同書の解説文で、以下のように述べている。金玉は、金けなり投資に不動よる、四金銀器といえりまた論語にも復帰在天と見えたり、人善事をなせば、天より福をあたふること必然の道や水木、シュゲルロードに設置されている。 金麗のブロンズ像、不動よる、四季金銀器は、中国の東大の四川州、東四川にある徒歩の氏からの引用で、無欲なものこそ埋蔵されている金銀の上に立ち上る、気を見分けることができるとの意味である。また、復帰財天は、文中にもある通り、中国の儒教における四書の一つ、論語からの引用で、復帰は、天の定めだと述べられている。これらのことからの金の絵は、 実際に、金霊というものが家に現れるのではなく、無欲善行のものに服が訪れることを象徴したものとされている。階段、バクバク夢人より、金力、北尾茂正が、同時期にはいくつかの草草草詩にも、金霊が描かれている例があるが、いずれも金銭が空を飛ぶ姿で描かれている。1803年の山、東京殿による草草草詩、階段、 バクバク夢ジいでは、金玉の名で記載されており、正直者のもとに飛び込み、欲に溺れると去るものとされている。昭和以降の妖怪関連の文献では、漫画家、水木しげるらにより、金霊が訪れた家は栄え、金霊が去っていくと家も滅び去るものとも解釈、されている。また水木は、自身も幼い頃に実際に金霊を目にしたと語っており、 それによれば金霊の姿は、豪音とともに空を飛ぶ巨大な茶色い十円硬貨のような姿だったという。東京都大梅市のある民家では、実際に人家に金霊が現れたという目撃例がある。家の裏の林の中に薄ぼんやりと現れるもので、家の者には恐れられているが、その家でも見れば幸運になれると言われている。似た仲間に、江戸時代の怪談本、古今百、 物語評判に記述されている、千紙がある。千霊ともいい、黄昏時に、世界中の銭の性が、薄雲状となって、人家の軒を通るもので、刀で切り落とすと、大量の銭がこぼれ落ちるという。道書の著者、山岡元となりによれば、これは、世界中の銭の性が集まって、空中にたのびいているのだと解説されている。龍彩肝人正積が、 京化百物語より、金玉その名の通り玉のようなもの、または、開花で、これを手にした者の,の家は、栄えるという。東京都足立区では、高温とともに、家へ落ちてくるといい。千葉県印馬郡川上町では、黄色い光の玉となって飛んできたと伝えられている。静岡県沼津地方では、夜道を歩いていると手まりほどの赤い光の玉となって、足元に転がってくるといい。 家へ持ち帰って、床の間に置くと、一台で大金持ちになれるという。ただし金玉はそのままの姿で保存しなければならず、加工したり傷つけたりすると、家は滅びてしまう。江戸時代の奇談怪談集である、うさぎ園小説では、1825年の某集での逸話が語られている。それによれば、 ジョウスケという農民が早朝から農作業に取り掛かろうとしていたところ、雷鳴のような音とともに赤々と光り輝く、卵のようなものが落ちてきた。ジョウスケはそれを家を持ち帰り、秘蔵の宝としたという。この、うさぎ園小説では、金玉ではなく、金霊の名が用いられているため、金霊を語る際に、この帽州での逸話が引き合いに出されることがあるが、妖怪研究家、 村上賢治はこれを、金霊ではなく金玉の方を語った話だと述べている。また同じく妖怪研究家の田勝摘は、この空から落ちてきたという物体を赤々と光っていたとのことから、隕鉄と推測している。東京都町田市のある家では、文化、文政時代に落ちてきたと言われる金玉が平成以降においても祀られているが、これも同様に隕石と考えられている。 ありがとうございます。